今回はロッカーコンテスト。みんなの自慢のロッカーをツイッターで募集してみました。ハッシュタグキルナーで動画を投稿してもらったんだけど、面白系からガチ系までいろんなロッカーを投稿してくれました。ありがとうございます。全部採用でまとめて見ていくんだが、今回の企画1年前にやったことがあって、今回がその第2回。1年前とは比べ物にならないほどクオリティが爆上がりしてるっぽいよ。置物の種類もアップデートで大量に増えてるというところで、生かしたロッカーは誰だ。早速見ていくわ。ちなみに僕のロッカーはこれ。どう、生かしてる？みんな見つけたら生かすって押しといてね。それじゃあエントリーナンバー1番、誰が優勝するかな。でん、なぎささん、ピンクのロッカーだ。かわいい系だ。すげえ、めちゃめちゃかわいいじゃんこれ。超ガールって感じ。あ、しかも見てこれ、イカクッションに帽子かぶせてんの。これめっちゃかわいいよね。僕もやる。え、5人使いなのかな。え、でもバッチ見たらボールのマーカーの星5バッチついてるけど、これ浮気現場ですこれ。お次は、すげえ、なんだこれ、レインボーバッチ大量についてるわ。レインボーステッカー、鬼ほど光ってもん。ロッカーが一番輝いてる。中身は、すげえすげえ、クソオシャレだわ。超オシャレ。え、白統一ってこと？うわ、僕白めっちゃ好きだからこういうのクソ刺さるんだけど。うわー、もうちょっとじっくり見ようぜ。これ YouTube ショートとかの毎朝のルーティーンみたいな流れてきそうな雰囲気じゃない？モーニングルーティーン。朝はホットコーヒーで一息。みたいな、ああいうやつ。なんだこれ？すごいすごいすごい。ステッカーの貼り方がオシャレすぎる。え、めっちゃ貼ってんじゃん。え、これ上限なかったっけ？貼れる枚数の。中は？うわー！あー、びっくりした。これはヒレオの呪い。待って、ホラー系ロッカーとか初めて見たわ。ネタ系だなこれ。今んとこネタ系で優勝だろ。いいね、今回優勝候補が多くていいわ。おやおや、これクワッドホッパー使いだな。バッチいっぱいつけてら。中身は、お前もネタ系か。なんだこのロッカー、やらけ。なるほどね。あ、いや、もしかしたらこのウルトラマン好きなのかもしれないね。転売屋のロッカーもあると。やばい、みんなやばい。この時点でもうオーラを感じる。絶対クソオシャレだ。このステッカーの貼り方めちゃめちゃオシャレ。隣のやつもオシャレだけどな。行くぞ。うわぁ、すげえかわいい。なんか、海が好きなのかな？なんかマリンって感じ。ね。黄色と水色と白で統一してんのか。センスやば。てかこの、チンアナゴのステッカー、めちゃめちゃ可愛いな、これ。いいね。物が多いのに、あんまりごちゃごちゃしてねえのがすげえわ。おえー。お次は、ステッカーの遊び心あっていいな。目のステッカーで可愛い感じしてるわ。中身は、ジュイン。黒と金で統一してる。ほら見て。あ、ノーチラス使いか。あ、待って待って、これ。ビッグランの上位 5% の金の浮き輪持ってるわ、これ。ビッグビッグランか。ビッグビッグランの報酬で上位 5%、 すげえ、これ持ってんだ。で、塩辛ズファンというね、ちゃんと塩辛ズのポスター貼ってるわ。うわー、いいね。え、金と黒かっけえな、シンプルに。クソかっけえわ。どんどん見てっからね、まだまだあっから。お、テンタクルズファン、テンタクルズのポスターとかめっちゃ貼ってある。あ、サイドオーダーサイドオーダーで統一してんのか、そういうことか。うわ、すげえ。え、置物これ全部買ったんだ、真珠と交換して。相当サイドオーダーやり込んでんの、これ。すごすぎる。これまだ全部コンプできてないんだけど。わー、すごい、羨ましい。クソやばいな。僕よりみんなセンスありすぎるんだが。僕のロッカーがめっちゃしょぼく見える。シンプルなステッカー。でん。ひー！ひーひーするね、これ。センス XP 5000あるぞ、これ。何これ、南国みたいな。バカンスって感じがさ、ポスターも含めて。うわー、すごい、これクソオシャレだわ。しかもこれ、リッターとクーゲル使いか。射程しか勝たん。え、かわいいな、この白色のイカちゃんのクッションにサングラスって。で、この何、ギターウクレレか。イカウクレレ。え、こんなん売ってあるんだ。僕持ってないぞ。絶対めちゃめちゃセンスいいわ、これ絶対。開ける前からわかる。もうステッカーの貼り方がレベチなのよ。青と白と黒。それ統一してんのかな？行ってみよう。やっぱりエグいわ。おしゃれすぎ。え、な、何真ん中のモニター。え、こんな大きいものあんの？え、これバンガラジオのテレビじゃん。黒と青と黄色っていう組み合わせ。今まで初めてじゃない？めちゃめちゃ合うな。イカベーダーがいい味出してるわ。あとこのゲームキューブ。やばい、優勝候補が多すぎる。お、これも黒いロッカーだ。ボールと信者？ボールと京都。ボールとめっちゃ綺麗飾ってあるわ。中央に。相当ボールとが好きなんだな。このロッカー見ただけでわかるわ。なるほど、後から来たわ。ボールドって書いてある。これガチ系かと思いきやネタ系だったわ。うまいなそれ。ステッカーで文字書いてるんだ。そんなことできんの？発想力天才だな。めちゃめちゃシンプルなステッカー。危険っぽい香りがするぞ。開けてみよう。うわ、
これは古代兵器鮭しばくじゃないか。一撃で全ての鮭を粉砕するというまさか実現したとは。攻撃対象発見。やばい、起動してしまった。お、赤いロッカーだ。おい、よく見たらカーボンローラーいろんな武器でいじめてんじゃねえか。カーボンローラーアンチなんだな。おお、トラストリッター使い、ボトルカイザー、何でもいろんな武器使うんだな。その中でもカーボンが一番嫌いと、そういうことか。メッセージの強いロッカーだな。お、叩き剣先、これ絶対オシャレだ。叩き剣先使えば誰でもオシャレになれるからな。いけ、おお、やっぱりオシャレだ。いいね、やっぱこの黒色に赤っていうのがめちゃめちゃいいよな。マグロがいろんな武器使ってるわ。フカヒレのスープさん、これかわいいな。なんか海の中って感じ。やっぱみんなやるよな、このイカクッションにサングラスとかつけるやつ。一番かわいいからな、これが。お、珍しい、ヴィンテージなロッカーだな。茶色ロッカーって珍しくない？しかもステッカーは1枚。果たして、でん、おお、骨董品めっちゃ集めてるじゃん。博物館か？大人っぽいロッカーだな。これは、でん。うわ、姫のギアとかって、あ、飯田のギアもある。テンタクルズ大好きなんだな。愛が伝わってくる。お、すげえ。ステッカーもりもり貼ってるわ。こういうの好き。そして中身もオシャレといったところで、まあ、大体ステッカーで、オシャレなロッカーかどうかがわかるよな。しかも、リスコ、リコカス、両方のバッチ持ってんだけど、すご。え、めっちゃガチ勢じゃん。僕と話が合いそう。次は？次は、レイジェ、ガチキルナーさん。例えるなら、リッター 4K 使い。まあ、リッター 4K 使いに、間違いはねえからな。いくぞ。でん、おしゃれすぎる。チャージャー系のステッカーめちゃめちゃ揃えてんじゃん。クソいいな。あ、でもなんか写真立てあるのに、せっかく。何もセットしてないんだ。もったいねえな。これは？お、可愛らしいね。ピンクだ。うわ、え、なに、図書館？本がめっちゃある。学生かな？きっとバトルが終わったら家に帰って勉強するんだろうな。お、武器マニアだ、絶対。武器が多すぎる。おぉ、ヒレを覚醒。かわいい、初心者マークのステッカー貼ってるわ。うわ、かわいい。あえてこのちっちゃいロッカー選ぶのいいな。え、なにこれ、エビのバッグとかあんの？知らない置物がちょいちょいあるな。お、武器がいっぱい。やっぱみんな武器のステッカーいっぱい貼ってんだな。うわ、すげえ、高そうな置物がいっぱい置いてある。おみこしとか。これ絶対高いだろ。フェスめっちゃ楽しんでる感あっていいな。おまん万太郎推しか？でん。うわ、ほんとに万太郎推しだった。万太郎のアミーボギア飾ってあるわ。いいね。めちゃめちゃ万太郎好きじゃん。ほら、見てここ。写真立ても万太郎撮ってるわ。いいね。ネームプレートも万太郎で、全部万太郎で。愛が溢れてる。ビッグランの置物の人気率めちゃめちゃ高えな。スプラシュータ使い？なんか、デザインがいいな、ステッカーの飾り方の。いいな、なんか公式のロッカーって感じがするな。ザ王道って感じ。待って。ちょっと待ってくれ。ロッカーおしゃれだけど、隣のやつもすげえな。え、すごくない？この隣のやつ。え、なんか知らないステッカーとかいっぱいあるんだけど。見てみこう。じゅん。いいね。まあ、このモニターの置物マジ欲しいわ。で、ジョーの置物でっか？黄色いロッカー。わ、かわいい。黄色統一ってこと？ズームもしてくれてる。あ、このイカドロップ、イカの飴があるんだけど、これ実際に売ってあるんだよな。リアルで。そろそろ第2回ロッカーコンテスト、ラストスパート。これもオシャレといったところで、そろそろみんな決めた心の中で優勝者。でん、うわ、うわ、めっちゃいい。え、優勝じゃん、これ。え、めっちゃいいじゃん。サイドオーダーで統一してんでしょ。クソカワだわ。絶対これ8号のロッカーじゃん。クソカワ。すごい、ステッカーの貼り方にクソ気合入ってるわ。独特だな。うわ、もうとにかく好きなものを入れ込んだみたいな。そんな一番スプラトゥーン楽しんでない？え、なにこの、叩き剣先流行ってる？もしかして、この貼り方。うわ、いいわ。やっぱオシャレだわ。クソインテリ男子って感じ。すげえ、ピンク統一だ。絶対女子じゃん、これ。夢変わって感じ。これツイートとかしたら絶対バズるだろう。こういうセンス欲しいわ、僕。おお、これも白と黒のステッカーだ。なんかオシャレだな。でん。待ってくれ。おしゃれすぎる、これも。今までいろんな叩き剣先あったけど、一番叩き剣先シリーズの中で飛び抜けてるわ。完璧な白と黒の世界。これが、ロッカーの楽しみ方。そういうこと？ラスト。最後のロッカー。果たしてラストは、どんなセンスで埋め尽くしてくれるのか。いけ！はい。ということで、第2回ロッカーコンテスト、参加してくれたロッカーを全部舐め回すように見ていったんだが、いろんなセンスが練り歩いてたね。決めるわ。今回のロッカーコンテスト、キルハが選ぶ、最も活かしたロッカー、優勝者は、ドリュ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 僕の力では優勝者は決めれませんでした。審査員はみんなのコメント欄に任せるわ。お、ルキニャじゃん。どうしたの？ふむふむふむ。
なるほど。このロッカーがおしゃれで可愛くて一番やばかったらしい。特に色の使い方と配置のセンスが好きなんだって。リルさん、ルキーニャ賞おめでとうございます。ということで、またいつかロッカーコンテストやりたいね。やっぱ面白いな。スプラ3バトル以外の要素も楽しめる神ゲーなんだが、それじゃサラダバー。